そんなのとかやってましたよっていうことですね。あとは、なんかあるかな。あ、そうか、今日は山田総決算だ。山田決算会だもんね。ですから、どっちの話に、戻していきますけど、戻せるかからどうやって戻していこうな、っていうような経緯があったんで、なんでその2009年からねやってたっていうのも、実はそのあたりはあったりするんですよね、何かしらそういった発表する場を作りたいなっていうのがずっと頭の中にあったところで、ニコ動っていうのがあるよってなってきて、でだったらもうそのまんまね、パッと出て喋ってやりゃいいやってんでね、だから気持ちとかもうさざかれるまで、まあもうニコ動でね気持ちってもらえたらもうね、称号だと思っていいんで思えないあんまし思えないかもしれないし、思っちゃいけない気もしますけど、なんで最初にねなんかやるのって、当時実はあれなんですよね、リーマンショックの後でねちょっと仕事がどうなるかわからんぞってなってたんで、それもあってね、よし、なんか動画の編集技術使ってねやろうっていうんで、なんであれですよね、この2014年とかまでは Windows ムービーメーカーっていうのを使ってやってたんですよ。なんて言うの、またこれはこれで動画作ろうかな、今もあんのかな、 Windows 今もあんのかな、 Windows ムービーメーカーっていうのがあって、XP から入ったんですよ。当時まだ Windows XP の時代で。そうだよ、Windows XP だったんだもんで、Vista になる前、Vista って初めかな、2009年だと。出てたの出てた。ただ、うち Vista 行かんかったっすよ。あ、これあかんわと思ったんで、もうアップデートせずに XP ずっと使っとったんで。で、7になるまではずっと、XP でやってたんですよね、私は。で、XP からその、ムービー編集ソフトが、だからその Mac でいうとこのファイナルカットみたいなやつが Windows も好きやんと、これからなんかそういった動画編集とかのや流れができてきてんのに、もう完全にもうそういった市場がもう Mac さんに取られてる、 MacBook に取られてるよと、まずいよってなって Windows もようやくつき始めたんですよね。デフォルトで Windows あの動画編集ができるよ、それが Windows メディア、Windows ムービーメーカーか、WMM っていうのをつけたんで、よしと、取るらしいし、これ使ってやろうぜって言って、無理やり作ったのが、この、バイスの開封動画と、そんな、そんなの、しばらくのやつは、そうですね、2019年からの動画が、うちの、あれでやってます。パワーディレクター使ってやってますけどね。っていう感じ。あるのかな、今もデフォルトで。ちょっと一回ちょっと探してみておきますわ。あったらそれでちょっと動画作ってみると、動画やるのもありですね。簡単な編集のやつが、これでいいか、これなんかそんな編集でできそうですもんね、っていう感じでやってみます。まあとりあえずこんな感じ、人気どころで言うとこんな感じになってますよっていう動画だよね。そう、人気どころ、動画のね、人気順みたいなの見てこうみたいなあれだよね。動画別レポートで再生数、直近30日の再生数で言うとそうね、いう感じね。やっぱ保存駅構内にある名車で PV が多めになってます。まあうちのところって結局 PV で見てもらうのが一番手っ取り早いし、まあ多少そういうどうでしょう感があるところで言うと、その予告シーフみたいな作る見たいのに作ってる感もあるんでね、どっちかというとこっちに作る方のが楽しい、気は楽しいの、楽しいんですけどね、まあ、大変ですけどね、こっちの方がより YouTuber さんとかって YouTube っぽいですからね、いっぱいある素材から1分ぐらい、90秒にまとめるようなイメージやってるんで、90秒 CM のイメージやってるんで、へーっていうのがあったりしますけどね、まあこのあたりですね、まあ全体的に、まあやっぱバズるじゃなくて、なんかでも全体的にやっぱボトムでこうやって再生10再生12再生とか、いただいてる中で、まあでもじゃんけんの旅とかはね、ちょっとかなり広告打たせてもらって力入れたんでね、それもあって全体的な再生に企業が入ってるんで、まあ成功なのかなというところですね、っていう感じでやっておりますということで、138再生していただきますもんね、ありがたい話でございます、っていう感じかなというところですね。なんかいっぱい話したな、これ何パートになるんだろう、これ何パートになってるんだろう、1本するかな、さすがに一般にするかな、まあこんな感じのね、
こととかね、またね、いろいろと、やりながら、あ、そう、YouTube の方見てねえじゃん。マジか、半分、え、待って、後半戦待ってんじゃん。後半へ続く。